私たちは阪神大震災の時に郡山市からボランティアをずっと派遣し続けた団体がきっかけになって、震災の1年後の1月に鳩根徳島という名前で立ち上げた団体なんです。一番学んだことがライフラインで最後まで残るライフライン、人と人のつながり、そのネットワークをたくさん持っている人、団体は同じ被害を受けても辛い思いしなくて済むと。全国のいろいろな人たちとこうネットワークを組んでると支援がずっと続けて受けられる。自治体がいろんなところから支援を受けられるかどうかというのはその違いなんだと思うんです。そういうネットワークを作っていこうというのをこうずっと中心にやってきて、1週間もすると10人20人の人たちが直接うちのところに派遣されてくるようになって、1ヶ月もしないうちに毎日40人から5、60人ぐらいの人がうちの、活動をそのまましてくれるようになったんです。炊き出しの食材が、今年の8月まで1年半ずっと週に2回ずつ、野菜と肉と送り続けてきてくれたところがあるんです。宮崎県で新燃岳っていう噴火がありましたね。あそこで被害に遭った農家の人たちの野菜と、肉もそうなんだけども、風評被害で売れなくなったものを野菜サポーターという制度を作ってみんなで売りましょうっていう神戸の団体が、でこっちで地震が起こったんですぐにじゃあ送りましょうって形で、ずっと欠かさず送ってくれたんです。そういうネットワークができたというのが一番大きいのかなというふうに思います。あとは被災した人たちが自分たちの置かれている状況って分かんないんですよ。でこれから先どうなるか分かんないんです。前の被災地の人たちは経験してるわけですよね。そういう人たちの声をこうつないでいくっていうのがすごく大事だということが分かった。で例えばでその仮の町っていう話が出てるけれども、復興住宅ができた時に今この仮設の皆さんがよく言うのはその復興住宅って屋根低いのかいって、つまり仮設住宅と同じイメージなんですよ。私たちが見てきた復興住宅っていわゆるマンションなんですよね。市営住宅、町営住宅の立派なものがその地域にできるっていうのを我々は見て知ってるんだけれども、仮設に住んで今これからっていう人たちはそれが分かんない。そうするとその仮の町の話をされたとしてもそれがいいのか悪いのかも分かんない。それはやっぱりその自分の先が見えることによって自分の将来を頭の中で想像できるし、一歩踏み出すこともそこからできるっていう、今まで経験したことの中で我々はある程度次はこういう状況になるんだよねっていうのが見えてるので、それをいかに仮設の人たちと共有していくかっていうことが大事なことなんだと思うんです。